お元気さまです。久留米市ー身の平です。 え本日はですね、えー、出張の日でしたので、えー、うちの、まあ、宣伝動画っていうわけでもないんですけども、はい、ちょっと言いたいことをいろいろ言っておこうというふうに思っております。はい、ということでですね、ちょっとごめんなさいね、えー、やっぱり火曜日と水曜日がかなりひどい、ひどいというか忙しいということになりまして、えー、なんとかね、動画を上げれれば上げたいとは思いますけど、結構バタバタしてます。あの火曜とも水曜に関してはですね、今のところ。はい、ということで、えー、今日の内容は入っていきます。 きますうちの先生たちがですね、もう今、人気なんですよ。なもんだから、もうこれ以上、生徒が入りきれないっていう先生たち、こう出てきてるわけですね、何人も。はいということで、法改正してほしいなと、ね、もう国の方にお願いしたいんですよ。もう法律変えてともう生徒たたちのために だ先生たちはまだまだやれるんですよ、先生たちはまだまだ教えられるんだけども、もう法律上だめっていうふうになっちゃってるもんですから、うん、だから法律がね、あの日本の GDP を下げよう下げようということで、法律がも,うものすごく規制されてるんで,で、すね絶対に日本の GDP が減り続けるように,もうに、日本よりも人口の少ないドイツに追い抜かれるようになるように、その法律を厳しくあのやって、もう昭和の時代から変わってないんですよ。 この法律はですね。はい。何の法律なのかということですね。はい。ちょっと見ていっていきましょう。さあ。なぜうちの先生たちはもうこれ以上授業ができないのでしょうか。あちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。えーと、こっちだ。あは,は,はいはい。い匂い,いせ。 はいこの法律です、えー。税法上の扶養控除の基準金額は年収103万円以下というようなことで,です、ね、非常に素晴らしいそのあの先生方がです、ねえー、働いてもらってます、久留米自習室は。もうわざわざです、ね、オンラインで県外の先生とかにやってもらっている、県外じゃないか、久留米市外ですね。はい 久留米市街の先生たちに、まあ、福岡県内の先生方ではあるんですけどね、やっぱ遠くにおられる先生方、優秀なんですよ。でも、やっぱりその扶養控除、まあ、要するにその世帯主じゃないわけですね、その先生方が。まあ、お父さんがおられたりとか、あるいは旦那さんがおられたりとかいうふうになると、その扶養控除の、扶養の中で、範囲で、えー、稼いでいいお金というのは103万円までなんですよ。はい よろししいでしょうかもうそういうふうに法律が決まってるので、もう受けられる生徒の、あの授業できる生徒の数はね、もううちなんか時給2000円でやってますから、<laughs> うちなんか時給2000円でやってるから、もうほとんどあの何人かしか生徒たちを教えられないんですよね、うちの先生方は。もうだから、すぐいっぱいになるわけですよ。で、話を聞いてみると、その、なんていうのかな。えー 物理理的に無理じゃないんですよと、うん、だから200万でも300万でも不要交渉の中で OK ということであれば、そういうねあの、まあ、もっともっと働きたいというのがあるんですけども、日本の国というのはですね、まあ、GDP がとにかくどん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 減っていくように、人口減少になればなるほど、GDP って減るわけですよ。 だから GDP というのは結局どれくらい稼いでるかということになりますから、まあ、あの人,数が人口が多い、ね、バブルの時みたいにどん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 ん人口が増えていけばそれだけたくさん働けばねあ働けばそれだけそのあんまりあの稼がなくても GDP で増えていってたんですよ。でも今のように人口がどんどんんどんどん減っていってるとやっぱり人口が半分に減れば2倍働かないと えー、GDP というのは維持できないんですよね。となると、100万円しか働けないというような状況になってると、どうしても日本というのはドイツに追い抜かれてしまうと、ドイツの方が人口少ないわけですよ。でも、ドイツ人はいっぱい稼げるようになってるわけね。そういう、これ以上稼げちゃいけませんみたいな日本のような法律がないわけですよ。 で最近、その増税で苦しい、増税で苦しいとかいううに言われているけど、ね、どん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 増税になるのは、これはしょうがないんですよ、もうロシアと戦争してるわけで、まあ、今度は中国と戦争するとか、なんとかって日本に言ってるわけだよね、うん、日本人の多くが、もう戦争被害を受けたはずの今の日本の老人たちがね、もう戦争だ、戦争だみたいな感じでね、ねどんどん増税するぞみたいな感じで、まあ、みんなでこうあの増税によって戦争をどんどんやっていく中になっているから、まあ、増税はしょうがないんでしょうね、もうロシアと戦争することになっちゃってますから。 うんまあ、今、日本はロシアと戦争してるんで、まあ、税金はたくさんいると。だけど、税金がいるっていうことは、その、なんちゅうかな、まあ、増税されるっていうことは、やっぱり、なんていうかな、その、 103万円よりももっと稼がないと、もう赤字になっちゃうわけですね、どこのご家庭も。うん、お金がないわけですよ。だから、そのもっとお金を使えとかなんとかって言うけど、103万円にもね、えー、上限を固定されている状態ではもう使うお金がないんですよね、日本人は。うん、で、この103万円って私がね、えー 学生時代とかの時給が400円とか480円だったかな、私が大学生の頃も。の時からも変わらないわけですよね。うん、だから、1日に7万5千円までしか稼ぐなよっていうふうに私の父からは、あ大学生の時言われてたんですよ。うん。だけれども、一月に7万5千円しか稼がないようなね、そういう奥様方とかね、えー、あるいはその大学生とかだと、やっぱお金使えないわけですよね。もっと稼がないと。で、 あの時給が480円だった私の大学生時代に比べると、今の大学生たちっていうのは、福岡県は時給が9百何0円に今上がってるわけですよね、今月から。2倍になってるわけですよ。時給が2倍になってるっていうことは、時給が2倍でその103万円までとかいうふうになってるんだったら、労働時間を半分にせざるを得ないんですね。労働時間半分にしないと、もう103万円超えちゃいますから。ということは、今まで通りの労働ができないわけですよ。 じゃあ、労働時間が半分になるっていうことは、時給が2倍になって、労働時間が半分になるっていうことは、人手が2倍いるっていうことです。今までよりも人手が2倍いるわけですよね。2倍の人手がいることになると、結局何て言われてるか、ちょっと今世の中では、人が足りない、人手不足だ、人手不足だって言われるわけですよ。そりゃそうですよ。時給が2倍になってるんだから、人が、ねえー、あの2倍いるようになるわけですよ。 時給がが倍倍になるるとといいうことは人手が2倍いるんですよだから、その時に時給が2倍になるんだったら、103万円を206万円とかに上げてもらわないと、ここまでですよっていうふうにやってもらわないと、やっぱりねあの、どうしても人手不足は解消されません。外国人をたくさん入れるしかないです。だからもう国会議員の半分は外国人になります。はい、で、官僚の半分も外国人になります。 公務員の半分も外国人になります。そうしないと時給が2倍になってるということは、もうね、日本人の働けるのはもう半数にして、残り半数は外国人にせざるを得なくなるんですよね。うん、それだけ時給が高くなってると、国会議員も半分に減らす、官僚も半分に減らすみたいな感じで、ね、残りは全部外国人にするっていう風になってくるわけですよ、これから。だからそうなってくるとね、あの日本人が日本をコントロールできなくなってきますから、うん、まあまあ、そんなことはどうでもいいんだけれども。 日本の GDP はこのままどん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 縮小してきます。税収もどん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 下がります。だって103万円のままですからね。<laughs> 税収を増やそうと思うんだったら103万円を206万円とかにして、それだけ消費させて、ねえー、103万円じゃ消費しません。貯金に回るだけです。そこの103万円から超えた部分に関しては、初めてそこで、ね、消費に回ったりとか株に投資したりとか、ね、余計余分なお金を そういうふうに持っていくんで、103万円までだったら、これ、余分なお金じゃないですよ。全部貯金に回りますよ、それは。だから、消費をさせて消費税を払わせたいとか、ね、株を買わせたいとか、なんか消費させたいとか、GDP を増やしたいとか、もしもそう考えてるんで、あるならば、ここの規制はちょっとね、 そうするとまた一気にね、規制を取っ払いみたいな感じで、103万円とかなしとかな感じでやってしまう。これはいかんですよ。本当に、あの、規制はちゃんとやらないといかんです。そうしないと、ブラック労働っていうのがね、増えてしまいますから、もうこれね、えー、もう300万でも400万でも稼げるから、ね、死ぬまで働けみたいな感じでね、やったりするような、そういうブラックな企業が出てきますから、200万円ぐらいだったらそんなね、別に、あの、<laughs> 過労死したりはしません。問題は200万以上を稼いでいるサラリーマンとかが、 やっぱり今ねブラックな労働環境なわけですから、これね、まあ、103万円とかのところを、ね、超えればなんとかなるかなというふうに思ってます。はい、ということで、もう9分経ちましたから、えー、ちょっとブログの方、さっきお見せしたやつにブログがあると思うんだけど、はいでうちのブログの方でですね27日に出しているやつなんですけれども、えー、これね、えー、昔、まあ、前にも 動画で話していると思いますけど、うちに来てた工学館の生徒ですね、えー、中学生の頃からずっと鍛えてたんですけれども、えー、佐賀大学医学部に合格しました。うん、もうあの担当してる先生はね、旧大の医学部受けさせてもよかったぐらい、に言うてやったんですけどね、はい。で、その生徒にさせていたコースですね、はい、もうあの、うちは、まあ、ベーシックコースという形で、 1>, まあ、1万1000円とかの,その自習室のみとか学びエイドのみからスタートして、まあ、2万9000円くらいまでのコースがベーシックコースという形ですね。まあ、高1、高2生が主に受けてますけれどもで、スタンダードコースという形で、3万1000円から4万9000円くらい、まあ、高校3年生とか高卒浪人生とかが、ね、よくやってるようなやつですけれども、これに加えて、まあ、最近は、ね、工学館の佐賀医学部に合格させてた時の先生方はも今、おられないので、 どうしようかなみたいな感じでずっとやってなかったんですけれども、はいまあ、九州、久留米大学の医学部の先生たちが、ぞろぞろ今、ねえー、あの学生たちが先生として、ぞろぞろ入ってきてますので、スペシャルコースという形で、10万1000円からというふうな形の、そういう、ねえー、普通の生徒が国立の医学部でも目指せられますよと、ねえー、あるいはその普通の生徒が、ね、 えー、9代いけますよとかいうような感じですね。そういうような形で、えー、とことんやりたいという方々はですね、えー、10万1000円からのコース、スペシャルコースという形で,ですね、えー、作っていきたいと思いますが、まあ、5名限定にします。一応ちょっと様子を見たいと思いますので、さっきも言いましたようにですね、もうとにかくその103万円までの限度っていうものがありますから、あんまりたくさん、 あの生徒が増えちゃうと、ですねこういうスペシャルコース、自分も取りたいですみたいな感じで、まあ、私の前職なんかではもうこれ、当たり前でしたからね、はい、スペシャルコースみたいな形で、他の塾に月謝10万円払いながら、私が働いていた個別指導の塾にも10万円払って、まあ、その当心だとかね、そういったところ、全教研さんとか、英生館さんとかに10万円とか払って、通って、それで分からないというところをまた個別指導とかで,ですねあの、習いに来てました、はい。というふうなことでですね。 えー、スペシャルコースをとりあえず5人というところで限定でやっていきたいなというふうに思っています。はい、ということでですね、よいしょ、まあ、そういうふうなですね法律をちょっと変えてほしいなというふうには思ってます。GDP が下がってドイツに抜かれそうだとか、もう人手が不足してるから、もう中国からいっぱいね、あのもう中国としては日本の,その運送業を狙ってますから、日本の運送業はこれから中国が支配するぞっちな感じですね。 えー、今、狙ってますので,です、ね、まあ、そういうふうになっていくのは、結局なんでなのかっていうと、103万円の上限があるから、もう前ね、その前職でそのお金持ちばっかり集まってる個別指導の塾だったんで、ですねもう10万円払うのは当たり前、他の塾に10万円払ってるのに、個別指導の塾にまで10万、20万ですよ、毎月20万払うのは当たり前のようにしてあったご家庭ばかりのところに、普通のご家庭の方がポンと来られたんですよ。 えっと思ってですね、ちょっと、あの、大丈夫ですかっていうような感じで、最初思ったんだけども、大丈夫ですと、奥さんあの、お母さんにおっしゃるわけですよ。どうしてって、どっからそれだけのお金持ってきますかって言うたら、トラックの運転手を始めましたからとね、それで、アルバイトをですね、トラックの運転手を始めましたという,ようなことで、103万円までを稼いで、それで、それを塾に収めるっていう形ですね、子供の塾に通わせるっていうようなことです。うわっ、と思いましたね。はい。 ところがその10万円ぐらいするんですよ、ちな感じでお話しした時にですね、まあ、笑い話ではあるんですけれども、もうあるお金持ちのご家庭の方がですね、10万円ですか、リーズナブルですねと、お安いですねっていう <laughs>、ちょっと、もう常識では考えられないぐらいお金持ちのご家庭おられます。普通の病院とかじゃなくて、もう大病院の方とかもおられました。大病院の方に車で入っていくともう病院の病棟がずるっ すごい敷地にある病院ってあるんですよ。久留米市内とかね。ありますので、もうそこはすごいな。久留米市内とか筑後筑かな。まあ、久留米筑後筑全般ですけどね。はい。まあ、そんな感じでですね。えー、まあ、とりあえず、その先生方の授業を少しでもたくさん受けたいっていう風にみんな 生徒たちからね、要望が来てるんですけども、先生たちもコマがいっぱいになっちゃうわけですよ、103万円までっていう風になっちゃうとですね。ということで、まあ、法律を変えて、これでもっとあの皆さんが、日本人みんながね、稼げるようにして、そして、えー、稼げるようになれば、103万円より上に行くようになれば、みんな消費するようになります。お金使うようになってくると、みんなね、またそのお金がぐる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 回って、えー 他の人たちのお給料にも変わっていきます。どん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 税収も増えていきます。はい、で税収が上がらない、GDP が上がらない理由はこの103万円です。もうこの103万円でね、これを206万円とかにして、100万円を100万人ぐらいの人がね、稼ぐようになってきたら1兆円じゃないですか。 万万人かけるの円円で1兆円で兆しょ、うん、だからまあそういうふうな形であ1兆円 GDP が違ってくるとかね税収がその1兆円の消費税だったらは1000億円ですね消費税が1000億円増えたとかいうふうな感じになるじゃないですか。 もうちょっとそこら辺、法律変えるだけですよ。うん。だからなんかね、岸田総理が減税がどうたらこうだとか、なんかもうおかしなことやってるわけですよ。そんなことやらなくていいんですよ。誰も喜ばんですよ、そんなもんは。そんなもんじゃなくって、そこのね、えー、なんちゅうか、これ以上稼いではいけませんとね、もう、あ,のあんたらはもう103万円未満で、ね、貧乏生活しなさいよって言ってる、この法律変えればいいんですよ。うん ただ働きたい人は働きますから、もっと稼いでもっとお金使いたいとかね、もっと株を買いたいとか、もっとその税金を納めたいみたいな、税金を納めたいわけじゃないでしょうね、<laughs> もっと消費をしたいとかね、消費をするとみんなにお金が回ってくるんですよで。なんで経団連とかこういうこと言わないのかなっていうことですね。 本当は労働者の味方である野党の政治家たちとその労働組合が言わなくちゃいけないんですけども、きっと労働組合の方がね、働きたくない人たちのがいっぱいいるんですよ、労働組合っていうのは。だから労働組合ほど労働者の敵じゃないな、な敵だなっていうふうに私はもう本当に、あの、労働組合と、ねえー、労働組合の被害に遭った人間としてはですね、あの、だからね、 結局、100万円が200万円になると、ブラック、ブラック、その過労死が増えるから、なんたらかんたらとかいうような感じでやりだすんですよ。そういうことね。こんなこと、アルもんかいはたった200万ぐらいでね。200万以上とかを稼いだりするサラリーマンとかがやっぱね、過労死したりすることになるんで、はい、そういうことでですね。まあ、稼いでもいいですよと、200万稼いでもいいですよとかいうふうにすれば、ね、えー、100万円かける100万人。まあ 一兆円ですね。一千万人が100万円プラスして働くようになればですね。十兆円ですよ。違いますよ。それだけ。頑張りましょう。ということですね。はい。ということで、まあ、来年はですね、そういうふうな形で、えー、ちょっと特別コースをですね、まあ5、5人前、五人限定でちょっと様子を見ようと思います。これで、あの、ちゃんと回るようであればね、やっぱりちょっと、あのー、 6人目を入れようとしても、103万円の限度額で引っかかっちゃうんですよ、みたいなことになると、もうちょっとそこまでで抑えないといけないっていうのがありますからね。うん、もう1月7万5千までしか稼ぐなよって私の父は言ってしたようにですね、はい。もう本当にね、物価高とかで大変でしょ今日びっくりしたんですよ、あのえー、このシャツね。 シャツのカッターシャツのクリーニング出しに行ったんですよ。そしたら、このカッターシャツの値段よりもクリーニング代の方が高いんですよ。前はクリーニング代ってね、200何十円とかだったんですよね。俺が今、クリーニング代が1000円近くになってるんですよ。え、ちょっと待ってど1000円近くのクリーニング代で、カッターシャツが1着買えるじゃないと。 <laughs> もうクリーニングに出すよりも、カッターシャツ買った方が安いわみたいな、ね、安物のカッターシャツとかやったらね、もう安く売ってますからね、もうこのカッターシャツ買った方がいいじゃんという風に思ったぐらいですよ、今日ははい。い だからね、どん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 物価高になってますから、やっぱり103万円まででやってしまうと、これはね、もう本当に自民党に対する不平不満がもう、ね、爆発する、税金なんとかしろみたいなおかしな議論になってしまうのが分かります。税金をなんとかしろで、もうそこじゃないんですよ、そこが問題じゃなくて、国民みんなが思ってるのは、なんでもっと稼げないのと、なんでもっと俺たちは裕福になれないのと、ね、お金がなんで手に入れ,られないのっていうと、103万円の限度額があるからです。 ここを変えればいいんですよ、なんかおかしなことね、今までの,その自民党の税制調査会とかが、絶対にそれね、岸田総理とかに、あの総理大臣には言わせないようなね、聖域っていうふうに言われてるぐらいですかね、そこになんか岸田総理が言るんでお、おかしなことやってるよね、この総理は。 本当ねそうじゃなくて、総理大臣がやるべきことっていうのは、この103万円を、ね、限度額を200万円に変えますよと、段階的にね、あの300万、400万ってやるのはいいけど、いきなりこれ、ポーンとなくすと、ブラック労働が、ね、あの過労死とかが増えますから、まずいですからね、それは。 ほんとこれなくしてしまって、もう無制限に働いていいですとか言うと、必ずね、あの、ブラックな企業とかが過労死を作ったりしますから、ダメです、それは。じゃなくて、まずはちょっと200万くらいで様子見て、で、過労死があんまり増えてないなっていうことであれば、300万に増やすとか、でもいいと思うんだけどまあとりあえずちょっと、ね、あの、 段階的にちゃんと規制はかけてね、あの規制緩和は素晴らしいと言うけれども、規制緩和を下手にやるとね、もう本当にあのひどいことになりますから、人間という、人間ていうかね、生き物の世界というのは極端から極端に変えるのはよろしくないんですよ。だからじっくりとこう変えていった方がいいんで、まずはちょっと100万だけ増やして、103万円を206万円とかね、まあ200万ちょうどでもいいですよ、ぐらいにしてとか、ような感じでやっていってですねで、働きたい人はそこまで働けばいいということですけどね。うん はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入った方はチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。